こんばんは、入山明子です。12月7日月曜日、入山明子のつれづれ日記。今日の長野県は快晴、気持ちよく朝日が昇る、早起きもでき、小諸を出発して柵に向かいました。柵では3箇所、少人数ずつカラオケがお好きな方にお集まりいただいて、月に笑う蝶、全員の方に CD をお持ちいただくことができました。1箇所目のライラックさんには、佐久市の市長駆けつけてくださり、コロナと健康講座を交えながらのこういったイベントを応援くださるメッセージも頂戴しました。今そしてこれから、感染対策はもちろんですが、止まるだけでなく一歩ずつ進むことをどうすることが一番得策か、まだまだ模索しながらですが考えていきたいなと思ったところです。今日のつれづれ日記は遅くになりました。まだ長野県から自宅に帰る途中です。気をつけて元気に帰りつきたいと思います。皆様もどうぞ元気で、また明日お会いいたしましょう。それではおやすみなさい。また明日。